カメラマンの横山です。お疲れ様です。ちょっと間が空いちゃったんですけども、今日は先日九十九里で撮ってきた写真を仕上げてみたいかなと思いますね。九十九里というよりはなんか曇り空の日の仕上げ方っていう形でご覧いただければいいのかなと思いますね。曇り空、なかなかね、空のトーン出すのが難しいっすよね。なんかやっぱ白っぽくなっちゃって、なかなか空に表情が出てこなかったり、あとなんかね、色の部分では少しなんか色が濁っちゃったりするっていうケースが結構ありますよね。はい。で、今回はなんかあえてその曇り空の雰囲気を強調して、曇りの日の雰囲気を強くちょっとまとめてみたいかなと思いますので、ご覧いただければと思いますね。はい。で、まずこの写真をちょっと仕上げていきたいと思いますね。で、まずですね、露出明るさなんですけども、手前の草の部分ですね、こちらの方ですね。で、それがちょっと明るくなるように、この道の部分とかですね、で、この辺をまず一番最初に見せてあげたいので、この辺が明るくなるように露出をちょっと明るく設定していきます。はい。こんな感じですね。はい。そうすると、なんか雲の部分ですね、曇り空の雲の部分はちょっと真っ白になっちゃって、ちょっと味気ない感じの写真になりましたよね。はい。これは後で調整するので、このままにしておきたいと思います。次にホワイトバランスですね。なんか曇り空の雰囲気ですね。それをちょっと強く出したいので、このホワイトバランスですね。太陽のマーク、クリックして、下の色温度ですね。色温度。こちらをちょっと青めのホワイトバランスに、はい、これぐらいかな。設定してあげて、なんか曇り空の雰囲気ですね、少し強く出してあげればいいかなと思います。じゃあ次に一番気になるこの空の部分ですね。空の部分、はい、こちらをちょっと暗く補正していきたいんですけども、今回は部分補正ツールを使っていきたいと思います。はい、こちらですね。はい、こちらをクリックして、ちょっとブラシですね、ブラシの新規追加ボタンをクリックすると、こう20丸、カーソルが20丸になりますね。で、ちょっとブラシサイズをちょっと大きめに設定して、で、この写真の場合はこう道がこういう風にありますよね。で、この道がこっちへ、海の方、これ向こう海なんですけどね、海の方へ向かって消えてます。なので、この辺少しブラシで指定してですね、はい、そうするとブラシ塗った部分に効果がかかるんですけども、こちら部分補正ツールのブラシに反転っていうのがありますよね。はい、こちらをクリックすると塗った部分以外がに効果がかかります。なので、こちら今明度が100になってるんですけども、明るさをこのように、はい、暗くしていくと、はい、この道の終わった部分以外の明るさが暗くなって、ちょっと空からも会場出てくるかなと思いますね。こんな感じです。なんか周辺を焼き込むようなイメージで、はい、ちょっと絵柄に合わせて、周辺を焼き込むような感じで、このように部分補正ツールで周りを暗くしていきますね。そうすると、なんか若干雲の会場出てきたかなと思います。はい。で、次にですね、コントラスト、こちらをちょっとトーンカーブを使って設定していきたいと思うんですが、トーンカーブはこちらになりますね。はい、トーンカーブをクリックするとこんな感じのグラフが出てきます。で、今回は軟調なトーンカーブで曇りの日の雰囲気をより強調してあげたいと思います。で、軟調なトーンカーブは逆 S 字カーブですね。明るい部分をこのように暗くして、暗い部分を少し持ち上げてあげると、そうするとなんか柔らかい感じの写真になってきますよね。はい、こんな感じですね。なんかじんわりした感じの写真に今回は仕上げていきたいと思いますね。はい。で、次にですね、再度鮮やかさですね、少し画面全体を見て、なんかちょっと緑の部分少し鮮やかすぎて若干うるさいなという感じがしますので、絵の具のマークのカラーから再度鮮やかさを少し気持ちマイナスに設定します。
はい、こんな感じでまあいいかなと思うんですけども、まあ最後微調整でちょっとコントラストですね、ちょっとさっき難聴にしすぎた部分をコントラスト少し強調してあげることで、まあ、明るい部分と暗い部分よりはっきりしてきましたよね。はい、こんな感じで仕上げてみたらどうかなと思いますね。ちょっとビフォーアフターを見ると、これが調整前ですね。はい、これが調整後になります。ちょっと焼き込みのこの辺がちょっとわざとらしいかな。ちょっと一回直しますね。はい、一回部分補正フィルターを削除しちゃいます。はい、でもう一回指定してみますね。はい、ブラシのちょっとぼかし量をちょっと増やします。はい、それでまたこの辺からこういうふうに塗っていきますね。で、ブラシの効果の反転です。そうすると塗った部分以外の周りの部分に効果がかかるので、明るさをちょっと暗く落としていきますよ。こんな感じでいかがでしょうか、ね、ちょっとビフォーアフター見ると少し平面的だった写真ですね。でそちらにまあ、雲の表情とかこうちょっと明るさの明暗のなんだろう、メリハリがつくことでなんか少し立体感のある写真になったんじゃないかなと思います。で、まあ、曇りの日無理やりですね好調にするとなんかすごく硬い写真になっちゃうので、どっちかっていうとその日の状況を生かしたような仕上げ方っていうんですかね。で、曇りの日難聴でも結構ハマる写真も結構多いので、まあ、こんな感じで仕上げるのも一つおすすめかなと思いますね。はい、でポイントは、まあ、難聴にして、で再度少し落としてあげて、写真全体ちょっと地味なんですけどね、なんか割と地味な写真に仕上げてじんわりした感じの雰囲気に持ってってあげるといいんじゃないかなと思いますね。はい、なんか風景写真意外とね鮮やかな写真多いと思うんですけども、なんか状況に合わせて、まあ、こういう雰囲気のある写真全体の雰囲気の見ながら仕上げていくといいんじゃないかなと思います。はい、以上曇り空の撮影ですねの時のロー現像の仕上げ方の一例となりました。はい、今回もご視聴ありがとうございました。カメラマンの横山でした。